はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、神春ぬいまで来ております。ここを終わって、ドルワームでおしまいですね。ここからがちょっと難しいと思うんだよね。とりあえず、レベルが、今、50半ばから後半にかけて、といったところですね。で、装備も若干変えまして、メタスラの体験、メタルウィング、アークワンド、悪魔のタクトとか、なんかそういう、ちょっと強めのやつを装備しております。うん、だいぶ強くなったかな。まあ、今日も、多分楽勝だとは思うんだけども、行ってみましょう。行きましょう。3体なんだよなぁ。で、ダストンもいいかなと思ったんだけども、フーラの方が、まあ、全体攻撃に長けてるので、今回はフーラかな。で、ダストンは、ボスが1体の時とかだったら、そっちの方がいいかな。どうでしょう。まあまあ、とりあえず今回はフーラ、ラグアス、主人公ヒューザで来ております。で、全員もいい感じにテンションが溜まってますね。まあ、とりあえずフリーズで。あ、動けなくなる、なる、なる、なる。これは OK。うん。動けなくして、めちゃくちゃダメージあるぞ。そうか、そうか、そうか、そうか。これ、バイキ入れると1000かなり超えるんじゃない ?1200、300いけるんじゃないですか暗黒の霧。やっぱ足止めのスキルって、でいいよね。ダストンはこれ絶対強いわな。オッケー。ダストンでもよかった本当。シャインスコール。いいダメージだわ本当。いやもう半分いってるじゃん。半分いってるよ。あこれはあー煉獄かえんだ。うわー。いいね。消費は激しいけども、ダメージは抜群。いいね。バギムージョ行っていいね。HP 減ってない。いい感じ。めちゃくちゃいい感じ。そんな攻撃力ないし、一回攻撃なんで、まあまあ大丈夫だわ。いける。こいつらはもう余裕だ。これはね、もう本当にレベル全然、こんなにいらなかったね。40代後半ぐらいでいける感じです。はい、余裕。では次のボスいきまーす。では、アラグネいきましょう。こいつからが確か強かった気がするんだよな。いや、バサグランデの方が強かったかな。どうだろう。まあまあいいや、とりあえず、テンション調整してきました。うん。これなら多分、全然いけるとは思うんだけども、いいか、まあ、いつものごとくビリバリとどうだろう、どっちがいる。ダメージは多分シャインスコールの方が上のような気もするんだけども、まあいいや、シャインスコールでいこう。いや違うか、属性か。ねー、どうしよう。呪文入れていってもいいかなと思うんだけども、ちょっと装備を扇に変えて風切りしようか。いけ、風切りでいきます。でここはもちろん暗黒の霧でまずはね、ルカラン、はい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 。うわー、マジか、嫌なやつ。これテンションもう終わるんじゃない。最悪だ、最悪だ。そんなことしてくるんだ。そうか、いや嫌なやつだわ。バーニングはどんぐらいいく。間違いない、間違いない。うん、体勢も下がってるし、これは間違いない。いやー、嫌なやつだね、本当に。まあまあ、風切りでどんどん上げていって、いいでしょう。
そうか、こう指で、あの全体のキラキラポーン入れてもいいかもしれないね。でも弓を俺持ってきてないんだ。なのでこのまま行きましょう。スクルト入れとこう。息は使ってこないだろうしね。あ、通常攻撃とかはね、全然しょぼい。しょぼいしょぼい。強制的に休みにする意図、あれだけ気をつければ大丈夫そうね。風切り2段階ずつ、これで完璧でしょう。ナイス、ありがとう。あ、キュウスケやられる可能性あるね。まあいいか。ベホイム全開はし、あ、全開するね。おお、キュウスケやられちゃったけど、もう仕方ないよ。レベル40とか、もうここは無謀すぎる。おお、だいぶ避けやがった。となると、こどっちかで、暗黒を入れたいね。ベギラモン一回入れてみる。どんぐらいいく。おお、いいダメージ、いいダメージだよ。暇があったらちょっとキュウスケを生き返らせるか。あ、全然しょぼいしょぼい。攻撃とか全然しょぼいよ。あ、余裕だ。ここは全然余裕っぽいですね。全く問題ない。あー、超余裕。ベホイムでいいよね。あー、戻ったか。でも次のヒューザーの攻撃でまた入ればいいしね。この耐性下がるのが本当に最高。めちゃめちゃダメージあるもん。いや、ここはもうベギラゴンの方がダメージ取れるんで、打っていきましょう。ベーホイム、痛恨もね、ないし全く問題なしです。魔法の聖水でいいや。もう賢者とか使わんで良さそう。ダストンがあればね、賢者をね、倍化して使っていったりとかしても良さそうだけども、別にそんな必要ないね、こいつは。余裕すぎ。ベホマラね、もう次のターンで倒せるんじゃない。いや、最初だけだよ、こいつの攻撃痛いのって。最初だけ、あとはほんと何でもない。弱すぎるこいつ。いや、難しいのドルワームだけか。はい、ということで今日は神春ムイクエスト、行きました。全然余裕だったね。もしかしたら、他のボスよりも一番弱かったかもしれない。痛恨がないからね。最初ちょっと足止めがあったけども、あれだけだもん。あれ抜けてさえしまえばなんてことなかったので、余裕でした。でも多分次が難しいです。ドルワームですね。頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。